赤星、はい、赤星お願いします。 TV ありがとうございます。珍しくね、私ですけども、はい、今回もメンデル前編上本店さんの方に瀬尾側の方ですね、瀬尾サイドの見方でねさあ早速ね、ラーメン見ていきましょう。いきなり着丼ですね。いきなり着丼、ありがとうございますね。店舗情報はね、ちょっと赤星さんの方でいろいろ見ていきましょう。はい、はい、この内容はこちらです。ラーメンだ。でも全増しです。全増しね、野菜に肉油と、はい、魚粉もついてくる。魚粉が入ってると、はい、いうことですね。いや、森としては結構でかいね、やっぱね。いや、そうっすね。普通にラーメンね、普通でもこんだけ量あるんだっていう。あ、確かに。で、野菜も結構ね、増しでも十分な量あるんで。入ってきてましたか。だから、赤星さんどんだけでかかったんだっていうね。ちょっと鏡にね、後ろに映ってますけど、はい、森としてはやっぱ増し増しの違いが、今回見ていけるよっていうことなんですかね。そうですね。まあ、ただこのラーメンの全増しでもその下にね、下皿がついてくるっていうね。やっぱ溢れんばかりの量がありましたからね。結構入ってる。油もね、まあその本当にそのまんまの甘さが生きた油じゃないでしょうかね。古き良き背脂って感じですかね。これ古き良きだったんですよ。なんかまあ味付け油がやっぱ流行し始めて。なるほどね。そう。やっぱ本来は麺引き出していきますけどね。僕はもう一回見ましょうね。ちょっとリピートで。これはちょっとやっぱ貴重なエチエチシーンなんで。やっぱ麺で言えば麺です。そうね。はい。ちょっとゼロ感があったかなっていう感じ。そうだね。だからもう重量感があって、ずるずるっと。それが麺です。これが麺です。麺出るんじゃないんですよね。はい。麺入る。麺入るです。麺が入っていく場所、メンデルスゾーンですよね。そんなこと言ってないですね。お豚ちゃんの方ですね。いただきましたか。はい。これなんだよな、俺。僕はこれいいね。スタイリッシュ豚。スタイリッシュ豚。あら、どっちが似合いそう。なんかね、やっぱ余分な脂身が少ないというか。そう、ないの。そんなに。本当にスタイリッシュよ。それは強調していきたいですね。そうですね。森泉豚。スタイリッシュといえばですか。はい。まあ田園調布に住んでるっぽいような、はい、金あるし、はい、美しい豚でした。で、連綿ですよ、連綿を行きましたね、もうね。これはちょっとね、めっちゃ好きだったね。やっぱり。これは、こういうおまけ的要素好きなんですよ。メンデルさん実はね、真っ黒な麺とかも出したことあるんですよ。全体が真っ黒な、多分炭の麺ですね。炭麺。で、スープですね。いいね。これね。ちょっと甘みがある感じがね、ありましたけども。魚粉は絶対入れた方がいいかもしれないな。そうですね。むっちゃ合いますし、まあ味変もねしすぎない。ちょっと見てほしいものがこちらをご覧くださいと。はい、何でしょうか。食べてる途中の赤星さんです。はい、めっちゃ鼻かんでるじゃないですか。赤星とラーメン行ったように使ってください。赤星とラーメンナウに使ってください。著作権フリーです。はい。自由です。そうなんです。食い終わった後にちょっと貸し切り状態でそうですね。出していただいてたんでね。ここでギャバンのブラックですね。やっぱね、甘みのあるスープなんで、すごい非常に合いますよ。強さを合わせていきたいですね。あと左上にね、動画が映ってますけども、はい。ちゃんと。二度見でちょっとアップされましたが、ありますね。客の並びとかが分かるらしいですね。これでさらにまあ違法駐車がないようにということでおっしゃってました。これ入れたんすか。カエンペッパー入れましたよ。うわ、これは僕が苦手としている辛みなんで。こんな赤い、これか。ちょっと僕はこれはまさにね、こう思いました。カエンペッパー、カエンペッパーと。はい。うわ、これやっぱり火吹きますわ。これカエンペッパーどんなもんじゃいと。さあ、これは田園調布が海なのか。俺こんなにね、赤いと思わずにね、かけちゃったんですよ。そうなのね。そしたらもうこうよ。おっと、やっぱちょっと辛い。だいぶ量でも結構辛かった。なるほど。ちょっと気をつけてください。これ天を仰いでましたけど、一瞬結構辛みありましたね。そうなのね。量で置いてあったらいっぱいかけがちになっちゃうけどね。そこは一番ちっちゃい穴のやつから出したらいいかもしれない。まあカエンペッパーの他にも唐辛子だったかな、七味あったはずなんで。左側に見えるちょっとマヨっぽいやつですね。それとかはね、安心してかけれるじゃないですかね。確かに。いや同じギャバンでも僕はあれ使わないので、あ辛みがあんま好きじゃない。両レビューですよ。両レビュー。両レビューです。はい。あでもうあっという間にごちそうさまですね。あらら。ボスさん全然食ってますけど。あこの辺りで僕は麺を食べる。いやこんなに。ちょっと野菜が。さあ、あと回し回しレベルどうなるんだ。さあ通常で 85.66、はい、なるほど。まあそうですね、マシマシ度というか、はい、まあ僕はまあ普通のラーメンの全マシなんでこのぐらいの量じゃないかな。あまあ平均ぐらいだったのかなという、ね、まあ食べやすかったんでね、そんぐらいかなって思いますけどね。なるほど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 。これが普通のラーメンです。メンデルさんのこれはよくわかりましたわ、はい、お値段としても100円しか違わないっていうところもあるんですけど、だから豚よりも麺を楽しみたいぞって人はもう別にラーメンでいいんじゃないかな。いや全然そうですね。いうこっちゃね、そういう感じです。ああこれはよく伝えました。ありがとうございます。ではあとね、メンデルさん戸越ってとことそれから多摩センターってとこにまだあったりして、なるほど。ちょっとねそちらもいろいろ様子が違うらしいんでね、気になってきてますよ。車で行きます。車センターメンデルスベンツでメンデルスベンツメルセデスですけどね、メンデルスベンツではいということでメンデルさんね、はい、普通の方のラーメンもレビューしましたが、はい、ね、まあいろいろまた店舗あるってことで行くかもねってことですね。皆さんは行ってみてください。ごちそうさまでした。